地震が引き起こす電気火災について前回は東大阪市の密集市街地対策について説明しました今回は大規模な火災を防止するために一人一人ができる電気火災対策について説明しますまず地震時の電気火災発生の事例を説明します 地震時に使っているヒーターなどが点灯し、周辺の紙類に着火、これにより火災が発生するケースがあります。また、地震で家具が点灯し、電気コードが下敷きになり、傷ついているにもかかわらず、そのままブレーカーを落とさずに避難したとき、避難時には停電していたものの、避難途中で通電が再開し、 その瞬間にコードがショートし、周辺の紙類に着火、これによって火災が生じるケースがあります。電気火災とは、地震の揺れに伴う電気機器からの出火や停電が復旧したときに発生する火災のことです。電気火災は地震直後に出火するだけでなく、地震の影響により停電が発生した場合には、 電気が復旧した後に出荷する可能性もあります。また、木造密集地域で初期消火ができなかった場合には、大規模な炎症火災につながる恐れが高いので、注意が必要です。今日は、地震が引き起こす電気火災について説明しました。次回は、一人一人ができる電気火災対策について説明します。 チャンネル登録よろしくお願いします。